オリンピックイエーイ。どうも、新宿です。こんばんは。ですね、オリンピックが始まりましたね。私は開会式というのが大好きで、録画して見ました。はい、ですね、まずね、すごく、あ、これ日本人っぽいなーって思ったのは、ドローンですね。1800機のドローンを使った、エンブレムの、動き、私、なんかあれ花火みたいだなと思って、で、比較してみると、あ、なんか、花火が上がった、花火みたいって言ってる。比較してみると、すごく、でっかいなと思ったんですけども、暗い中で光だけだから、これはどうやってんの？プロジェクターではないし、なんか、そういう装置にしては宙に浮いてるし、CG なわけはないし、なんだろうなんだろうとか思ったら、ドローンだって。いや、なんか、解説の人の、解説がないとわからない、ことが結構あるものだなと思いました。なんか、日本人って、電車が、山手線が、遅れることがあって、その遅れる時間っていうのが、何秒とかみたいなんですね。たったの何秒しか遅れない人種なんですよ。あ、また花火が。だから、その技術がドローンの丸い球体の集合体に現れてると思った。すごい。単純にそこに私は感動してしまいました。いや、最初に子供たちとかでエンブレムの形を積み木みたいなので作ってて、それで、いやー、これ形すごく難しいから、マスゲームで何にもバミってないところで、形作るのは難しいだろうな、練習したんだろうなと思った後に、ドローンが打ち上がってたんで、うわーって思って。日本人っぽいなと思って。まあ、あと全体的に、やっぱりソーシャルディスタンスの問題だったのか、人がすごい少なくて、全体を、全体を使った演出ではないなっていうのが思いました。真ん中にキューってなんか集まってきてるような、まあ日本の文化がすごく、綺麗に綺麗にミニマリストな収納とかで才能を発揮するようなもともと人種だし、コンパクトにしていこうっていうのが伝統的なものも全部矢倉組んである提灯とかも全部折りたためて全部収納もできちゃうようなものだし、なんかそういうものの中で、ああそうだったな、そういう文化だったよねっていうのを思い出しました。あとそうですね、プラカードがアニメの吹き出しだったのすごい良かったですね。良かったんですけど、中に書いてある文字がそれもなんかキューってなんかこじんまりしてたからバランス感覚がちょっと配置が文字列が多いやつと少ないやつとか結構いろいろなものも全部あれで対応してるなーみたいのはちょっと見ました。そうですね、ドラクエの曲で、
でも一番感動したのはやっぱり長嶋さんと王さんでしょうか。もうちょっとあれも解説がないとわからなくて、この紳士はどなたかしらって思ったんですよ。でもよく、解説を聞くと長嶋さんだということで、松井さんが支えてらっしゃるお姿もすごく感動したし、それでなんか尋常じゃないつかみ方をされてるなと思ったから、なんか握りしめてお洋服をこう集めてこう自立されるような持ち方をされてたので、わーと思って、もうすごい感動しました。が一番泣いたかなということで、開会式っていいですね。私開会式大好きなんですよ。競技はいろいろ始まってるみたいですけど、まだ一個も見てませんけれども、なんかこうスポーツっていうものが作り上げてきたブランディング力っていうのが割となんかうまくいってる、すごいなって思いました。私もスポーツ系の部活に入ってたんですけれども、そうですね、万年補欠でしたけれども、割とねなんか礼儀作法みたいのはそこで培われたなと思って、割と体育会系ですね。先輩を立てたりとかするし。ということで、私で気がつかないところを今日はお話しいたしました。体育会系魂がある日本人らしい、演出だったというオリンピック開会式でした。はい、もう今日はですね、普段着見かねて夫がこれを買ってくれました、バスタオルを。はい、それじゃあまた、おやすみなさい。新宿でした。